おはよう。あ、おはよう。なんかめちゃめちゃ悪夢見たわ。あ、そう？私なんかマグちゃんより先に寝ちゃったから全然わかんなかった。あ、そうなの？うなされてなかった？私、いや、わかんない、ぐっすり眠ってたから。すごい嫌な夢見たんだよね。あ、そうな、どんな夢？ピエロ姿の男に寝顔の写真をたくさん撮って売られるっていう、うん、寝たかな。よし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 、うん、寝顔か、うん、じゃあ違うな、私撮ってたの足だから。じゃあ上また探索してみる。でさ、鉄のツール作ったらあの砂みたいなの掘れるとかないかな。どうなんだろう、鉄がまずないからね。クマ倒してみる。クマ、うん、ちょっと倒してみて。倒してみてじゃねえよ、倒してみてじゃねえ。その剣はなんだよ、お飾りか。一緒に戦うんだよ。お、よし、お、魚落とした。魚落とした。あー、じゃあクマもこれは食料になるんだ。さっきの滝怪しいと思うんだよね、私。滝、あ、わかったわかった、滝を使って下に降りるんだよ、飛び降りんじゃなくて。あー、そうだ、さっきから体張りすぎてたね。え、発想が脳筋だった。ちょっと降りてくか。降りてこう、スプラッシュマウンテン。ちょうどクマもいるしね。ほんとだ。おい、倒すな倒すな、ディズニーのキャラクターだぞ。あー、これもうディズニー社に怒られるわ。モザイクかけといて。生放送だっつーの。下に降りてこれたわけなんだけど、シュルカーいるから気をつけてね。じゃあこれ先マグちゃん行くべきかな。先マグちゃん行こう。え、こわ、見ててあげるから。めちゃめちゃ苦手なんだよね、アスレ。落ちたらこれ今日もう終わりだよ。私の勇姿見てて。はい、マグちゃんは先に拠点に帰るということで。やだー、助けて、助けて、助けようがないよ。ここから見てるわ。オッケーオッケー、頑張れ。絶対スクープ見つけてくるから。あと数発、ちょっと待って、回復しよう一回。空からパンプキン降ってきたんだけど。パンプキンじゃなくてなんだっけあれ。パンプキン、クマ。どういう間違い方だよ。いいよ、私。あ、ちょ待って待って、こいつ海の外までやってくんの。やばいやばいやばい、めちゃめちゃ近づいてきてんだよね。ね、こうわ。でも陸には上がってこれないみたい。上がってこれないのかな。あぶねえ、こうわ。じゃあこっち、あ、洞窟が続いてる。いやー、綺麗な洞窟だね、なんかこれ。いや、すごいね、マグちゃん。いやー、こんな綺麗な洞窟初めて見たな。くっそー、やばい。え、大丈夫？あれ本当に死んだ？死んだ。死んだの？まあまあまあ、じゃあ私だけでも採掘じゃなくて発掘しとくよ。うん、ちょっと見てきてほしい。なんかね、沈没船があるんだよね、うん、これ下降りても戻ってこれるかな、絶対スクープじゃん。お、ボロボロの公開日誌、ハライチみたいな感じ。ボロボロの公開日誌、じゃあ読んでみるね。私はバルバロス。バルバロス、未知の探求する冒険家だ。じゃあこれちょっと流し読みだけして、これ夜読もっか、うん、昼間の時間もったいないから。あ、でもここで、うん、わ、あ、つながってるつながってる、未知なる道がこの先につながってる。おお、掘れる？掘れない。あ、待って、金のシャベル手に入れたんだ。金のシャベルなら掘れたりしないかな。あー、掘れそう。あ、掘れないな、これは何だったんだろう。破壊可能粘土、あ、粘土が掘れるようになるんだ。よし、じゃあ次進んでいこっか。お、砂浜来た。あれ、これ最初の洞窟につながったりしないよね。あ、なんかなんか、あ、いた、マグちゃんこっちおいで。あれあれ、出れない。あれ、マグちゃんなんでこっち来ないの。あれ、あれ、マグちゃんどうしたの。あれあれ、おいでこっち、ほらこっちおいで。くっそー。怪我人は洞窟でおとなしくしてな。はーい、私はこれ一回中入ってもまた外出れんのかな。出れるんじゃない。あー、出れるね出れるね。じゃあ、あー、行かないで。夜までの間に食料いくつか集めとくよ。ありがとう、うん、助かる。生ジャケとかって焼いた方がいいんじゃない。あ、焼いた方がいいんじゃない。焼いて焼いて。あ、じゃあ焼いとくわ。うんうん、じゃあその間に私が、じゃ待って、この体力でクマ大丈夫かな。一発でも受けたら終わりなんだけど、この私のサバイバルテクニックで完封してゆく。かっこいいでしょ、いいとこ見せちゃった。うん、ちょっとね、やばいなこれ。無人島生活で愛が芽生えちゃうな。コンビ愛がね。もういなくなったな、モンスター系。釣りとかしたいけどさ、クモの糸があれば釣り竿作れるんだけどな、うん、とりあえず今日はもう夜になるから終わりかな、うん、ただいま。あー、戻ってきた、お疲れー。じゃあこれで2人で魚焼いてさ、一緒に食べよう。そうだね、ちょうど椅子もあるから。いや、焼けるまで何の話する。あれ聞いた、うん、今回のギャラ。何、こんな危険な島来てんのに1人10万だって。すごい微妙なラインだな。こんな命がけの島探索して1人10万だよ、ひどいと思わない？まあ確かに。後で社長に掛け合っとくわ。ボロボロの公開日誌、じゃあ読んでいこっか。記念すべき最初の目的地は魔の海域にあること、レックボトムアイルにしよう。巨大な化け物が海中に現れ、ああれだ、あいつだ、あのさ、緑色で甲羅を背負った、さっきいたよな、緑色で甲羅背負ってなんか泳いでる。違うものを思い浮かべてる。え、
いたじゃん。え？え？カメ。カメじゃないじゃん。絶対あのなんか最初くるくる回ってた方のやつのことじゃん。あ、あっちか。あっちでしょ。巨大な化け物が海中に現れ、停泊していた私たちの船を転覆させてしまった。矢で援護しようにも海中にいるやつには矢がとなかとと。あ、じゃあ私が見た船は怪物にタックルされたやつだったんだ。あー、ぶっ壊れた。9月3日最後ってことはこれで死んじゃったんかな。私は散っていった友のため奴に一矢報いようと思うが、おそらく無駄に終わることだろう。幾清掃を経てこの日記を読む者が現れることを願う。どうすればいいの。じゃあなんか怖くなってきた。外も暗いし。もうギャラいらないから帰らない。無理だよ、怖すぎるよ。でも帰ろうにもさ、私たちの船 AI だから、 AI が操縦した船で、でもうその船壊れてんだよ、帰れないんだよ。ああ、とりあえずね、現実逃避。そうだね、そうだね。セクシーな夢見れますように。というわけで5日目やってこっか。うん、もう5日も経っちゃったの。でも無人島で5日生活するってなかなかすごいことだから。でも思ったんだけどさ、死んだサンゴもう2つあるじゃん、ここにも置けるものがなんかあんのかな。ありそうだよね。あ、でもこことここは同じ床だから、チェストもう一個作れるってことなのかな。そこなんだろうね。あ、醸造台とか。なるほど。あと何あるかな。あれじゃない、カーペットとか敷いてちょっと彩りを添えるみたいな拠点に。ちょっと何言ってるかわかんない。なんでよ、私にも。あ、待って待って、ボタンスイッチある。ボタンスイッチ。え、あ、本当だ、レバーがある。あ、届くかな、あれ。届かなさそうだよね。なんかあそこに石投げてクイッてやるとかそういうことできないのかな。あ、じゃあちょっとトラップドア投げてみるわ。いくよ。うん、はい。はい。ダメだね。次行こっか。よし、これ右側行ってないわ、そういえば。あ、そうだ、行ってみよう。うん、これこっち行けないんかな。登れないか。わかんなくなっちゃった。どうしよう。今んとこ何のスクープも得られてないよ。スクープは得られたよ。ボロボロの公開日誌めちゃくちゃスクープだろ。化け物の写真も撮ったしさ。意識高すぎじゃない。何があったら満足するんだよ。そっか、大スクープだろ。ここの下はさっき私が行ったとこなんだよ。だから違くて。行き尽くした感あるな。一回再度ツール全部確認してみるか。本当に石の剣が蜘蛛の巣が壊せるっていうことが書いてあるくらいで。あ、書いてある。蜘蛛の巣が壊せる。蜘蛛の巣を見つけて釣り竿を作って釣り竿の釣り針の先にマグちゃんをくっつけて、いざとなった時にそれを化け物の方に向けてマグちゃんをおとりに使う的な。ねえ、やめて。そのくらいしか思いつかないな。もっといろいろあるだろう。魚釣るとか。あ、釣り竿って魚釣れるのか。盲点だったわ。釣り竿は釣りをするやつだよ。今回さ、何も収穫なしだよ。2日目はお散歩しただけ。本当にわかんない。これ上も行くルートある。タンパク質。よし。怖いシーンが今日の夜だろうな。いや、それがね、私は一切手を汚さずにタンパク質を手に入れた。明日からはなんかさ、手分けして探した方がいいかもしれないね。そうだね、バラバラに行ってみよっか。今回本当に何の成果もなかった。海にも出てみる。黄金のシャベルがあるから。ああ、あれを掘ることができるからか。じゃあ今回拾ってきたタンパク質を焼いてご飯食べよう、一緒に。うん、そうだね。水中でも長く息を吸えるかもみたいなアイテムがあるってことは、やっぱ水中探索しろって言われてんじゃない。とりあえず寝ながら考えよ。おーい、助けに来たぞ。え終わり、塞がってる。本当に助けが来たのかな。あ、本当だ、クルーザーがある。社長が船で、社長自ら乗ってきたの。意外といい社長じゃん。じゃあこれでスクープを見つけれてるか見つけれてないかで評価されるのかな。そういうことか。社長の船に乗った後、島での生活の疲れと助かった安心感からかぐっすり寝てしまった。じゃあスクープを手に入れればクリアなんだよ。だから公開日誌手に入れたからクリアなんじゃない。これ社長室行ってみる。行ってみよう。ちょっと履物は脱いで、履物は失礼だから。あ、ごめんごめん。あ、剣しまった方がいいよ、剣は。あ、そうだね、剣はしまった方がいい。そうだね。あとちょっと失礼だから鼻取んないと。鼻、よし、これでいいかな。失礼だから ねよし、じゃあ行こっか。行こう。ノックって何回だっけ。2回がトイレ。あ、じゃあ3回か。うん、ノックしろよ。無礼者か。ノックしろや。お、目が覚めたか。君たちが寝てる間に君たちを撮った写真や記事を確認させてもらったよ。さて、君たちの取材結果についてだが、どうなる。何の成果も得られなかった。君たちは今日でクビだ。嘘だろ。あの化け物撮ってさ、この日誌まで手に入れたんだよ。
大スクープだろ。こうして職を失った2人は YouTuber になった。結局何があったんだろう、あのレバー、あの洞窟の奥には。そして怪物は倒す手段があったのかな、あのそして2人の関係は進展したのでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。イケボでごまかそうとすな。サブチャンネルとかでもしかしたら続きトゥルーエンドやるまで終われない配信とかやるかもしれないんで、概要欄からね、休み時間チャンネルの方もチェックしといてください。お願いします。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバーイ。